はい、今日は売り場から解説第3弾ウェットフードコーナーから解説をしていきます。ウェットフード、ドライフードにトッピングして与えるものなんですけど、同じようにトッピングして与えるものの中にサプリメントもありますよね。これも今日の動画で一緒に紹介していきます。前半はウェットフード、後半はサプリメント、当店のおすすめを一気に紹介していきますので、最後までぜひご覧ください。ではまずウェットフードから説明していきます。皆さん、ウェットフードって食いつきを良くするためだけのものだと思っていませんか？実はそうじゃないんです。他にもウェットフードにはすごいいいメリットがあるので、それを少し説明させてください。まず水分摂取量をアップすることができます。成分表示を見ていただくと分かると思うんですけど、水分が占める割合っていうのがかなり高いんですよ。缶詰によって若干違いますけど、水分摂取量 80% あります。ですから 100g の缶詰があったとしたら 80g は水分っていうことなんですよね。特にシニア系の場合は水分摂取量が減っていく傾向があります。ですので食事からこの水分摂取できるとすごく健康にいいんですよね。そしてもう一つ、結構誤解している方もいるんですけど、これとこれを比べた時に単純にどちらがカロリー高いと思いますか？圧倒的にドライフードなんですよ。グラムあたりのカロリーが高いのは圧倒的にこのドライフードなんです。ウェットフードは水分量が非常に多いので、カロリーは大体ですけどこのドライフードの3分の1くらいしかないんですね。なので単純にドライフードを1日に 100g 与えれるワンちゃんがいたとしたら、ウェットフードだけの場合には300g 与えても大丈夫ということになるんですね。たくさん食べたい、まあ、例えばですけどダイエットをしているワンちゃんなんかにもこのウェットフードは実はおすすめなんです。この水分摂取量を増やせるということと、実はカロリーが高くない、この2つはぜひ覚えておいてください。ではお待たせしました、ウェットフードの紹介始めていきましょう。はい、ではまずはこちら、ロイヤルカナンとシュプレモです。まだウェットフードを一度も使ったことがない方、ぜひ使っていただきたいです。というのもまず低コストなんですね。そして総合栄養食なので、今使っているドライフードにそのまま混ぜていただいても栄養バランスを崩さないという意味ですごく使いやすいです。そしてどちらもパピー用、成犬用、シニア用と、そのワンちゃんの年代に合わせて選ぶことができます。あとはね、まあ、特徴としてはこちらのロイヤルカナンは犬種用、まあ今持っているのはプードル用なんですけど、プードル用、ダックス用、チワワ用といったような犬種別でも分かれています。そしてこちらのシュプレモ、こちらについてはサーモン、チキンなど原材料別で選ぶことができます。どちらもウェットフード入門にぜひ。はい、続きまして紹介していくのはこのGランディア。こちらのGランディアの特徴は食いつきがいい、これに尽きるんですけど、あれ、そもそもウェットフードって食いつきいいものじゃなかったっけっていう話なんですけど、食いつきのいいウェットフードでも襟好みする、まあ、食べないっていうワンちゃんはいるんですよね。そういうワンちゃんでもこのGランディアなら食べてくれる可能性っていうのはあると思います。その理由はトライプなんですね。トライプっていうのは内臓肉のことなんですけれど、香りが非常に強いんです。で、もともとウェットフードっていうのは香りが強いんですけど、その中でもこのトライプが入っていることで本当にワンちゃんの本能をくすぐる、そういう香りがするんです。で、こちらのGランディアはお肉の種類が6種類で、その中でも僕がおすすめしたいのはこちらのヤギ。非常に珍しいです、ヤギを使ったウェットフードっていうのが。うちの子食いつきが悪いのよねっていうワンちゃんでも、やっぱり真新しい肉、今まで食べたことがないお肉にはいい反応を示すっていうことも結構ありますので、ぜひおすすめしたいウェットフードになります。で、こちらのGランディア6種類全てにしっかりとトライプが配合されていますので、どれをとっても食いつきは抜群です。はい、そして次に紹介するのはこちらのフォルツァ DH。で、この動画を見ている皆さんにちょっと聞きたいんですけど、両方食を与えている方でそもそも食べないっていうお悩み持ってる方いません？で、その悩みを解決できるかもしれないのがこのフォルツァ DH のウェットフードなんです。動物病院で両方食のドッグフードしか与えてはいけないって言われることって多いんですよ。でもそういうワンちゃんにもこちらのフォルツァ DH なら与えて大丈夫なんです。
自然の原材料から漢方薬的な要素を持って症状を緩和していきましょうというような考え方を持っているウェットフードになりますので、療法食を与えているワンちゃんの栄養バランスを崩すことなく食いつきを上げて与えることができるという点ですごく優れているんですね。胃腸ケア、皮膚皮毛ケア、腎臓ケアなどワンちゃんの症状に合わせて選ぶことができます。今療法食を与えているんだけど食べなくて困っている方にはぜひおすすめしたいウェットフードになります。はい、じゃあ最後ね、そのさっきからね後ろの方でちゃんと映ってると思ったんですけど、このテラカニス、テラカニス紹介していきます。このテラカニスの特徴っていうのはやっぱりもうたくさんの種類があるんですよ。ちょっと太らせたいなっていう子だったら玄米入りのこのクラシック選んであげればいいし、逆に穀物を与えたくない、まあ、穀物アレルギーがあったりする子なんかにはこちらのグレインフリー、これから選んでください。お肉で出ちゃうっていう子にはこのハイポアレルジニック、これがいいですよね。お肉は3種類、馬、カンガルー、オーストリッチ。オーストリッチっていうのはダチョウです。他では類を見ない、まあ、珍しいお肉を使ってますよね。基本的にアレルギーが出にくいお肉と一種類の野菜、とてもシンプルなレシピでできていますので、この中から選んでみてください。で次に紹介していくのがこちらのアリベットシリーズ、ロープロテイン、ローミネラル、ローファットっていうことで、低タンパク質、低ミネラル、低脂質っていうウェットフードになるんですけど、高タンパクのものが食べれない、高脂質のものが食べれない、結石の原因で高ミネラルのものが食べれない、こういった子が存在します。でその中でも特に低タンパク低脂質のフードっていうのは食いつき悪いことが多いんですよ。ドライフードと比べた時にやはりウェットフードっていうのは食いつきすごくいいので、そういう療法食とかですね、そういうものにこちらのアリベットシリーズのウェットフードを混ぜてあげることで美味しく食事を取ることができます。はい、でテラカニス紹介してきたんですけど、まあ、今僕が紹介してきた中でもかなりねたくさんの種類がありました。やっぱり実際そのワンちゃんに合わせていろいろ選べる、まあ、お肉も選べるし、まあ、症状に合わせてね自分の愛犬のために選んであげられる、そしてその愛犬が楽しくご飯を食べれるということを考えてあげられるっていう意味では本当にこのテラカニス最高のメーカーだと思います。やっぱり僕はワンちゃんの食事美味しく楽しくとってもらいたい、そう思ってます。ぜひこのウェットフード試したことがない人は検討してみてください。今ウェットフード食べている人もぜひこの動画を見て参考になってくれれば嬉しいです。うちはウェットフードに頼らないカリカリ派というあなた、ぜひワンちゃんの健康のためにサプリメントを考えてみてください。当店での一押しのサプリメント、こちらをじゃんじゃん紹介していきたいと思います。このサプリメントを与えている方、一番考えているのは健康維持と病気の予防、この2つだと思います。その中で僕がおすすめしているもの、そう腸活です。腸活のためにおすすめしているサプリメント2つあります。こちらのアニマストラスとバリアサプリです。当店でも大人気。これはねどちらもなんですけど腸内環境を良くすることに非常に効果が期待できます。腸内環境が良くなるとどういうワンちゃんにとっていい効果があるかというと、消化吸収能力が上がることでアレルギー反応が出にくくなったり、免疫力が上がり病気にかかりづらくなる。特にまあこの2つかな。アニマストラスとバリアサプリ、使い分けをするとしたらこのアニマストラスは腸内環境特化型って言えばいいかな、まあ、本当にさっきの消化吸収を良くして病気に対する免疫力を上げるという意味ではこちらのアニマストラスがおすすめです。液体タイプと顆粒タイプの2種類あります。こちらのバリアサプリ、これは乳酸菌を利用して腸内環境を良くしようっていうものなんですけど、これには関節ケア効果も期待できるんです。さらにミルク系のサプリメントになっているので、水に溶かしてミルクみたいな形で水分摂取の増進にも効果が期待できます。でどちらもドライフードにかけて与えるっていうこともおすすめしております。なので普段の食事にさらに健康食品をプラスしてワンちゃんの健康を維持したい、促進したいっていう方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。次に僕が割と気になるなと思うのは目なんですよね。例えば白内障、高齢犬になってくると気になる方多いと思うんですよ。そこで僕が紹介したいサプリがこちらです。ブルーベリー&ルテイン、名前の通りブルーベリーとルテイン、こちらが豊富に含まれています。まあ、ブルーベリーは皆さんもよく聞きますよね、目の栄養になるってよく言われます。
で、このもう一つルテイン、こちらも目の栄養になるんですけれども、このルテインっていうのはもともと目にある栄養なんですけど、これが年を取るごとに減っていくんですね。で、減っていって、まあ、白内障などを起こしてしまうんですけれども、これを外部から取り入れることで減っていくルテインを補っていくことで白内障を予防することができるんです。白内障になってから与えるっていうのでも、一応その進行を抑えるっていう意味では効果は期待できるんですけれども、もちろん若いうちから与えていた方が白内障を予防できるっていう意味では非常におすすめです。粒状になっています。基本的な言い方としては手で取ってそのまま差し出せば食べてくれるんじゃないかなと思うんですけど、食べてくれない場合は潰したりしてフード、ドライフードなんかにかけて与えるっていうのもおすすめです。そして最後に、どうせおやつをあげるならサプリメント効果も期待したいよねというような方におすすめな、イティートリーツとニュートリションとリーツ、この2つ紹介していきます。で、どちらも機能性別に数種類あります。こちらのイティートリーツは6種類、こちらのニュートリションとリーツは3種類。やっぱりおやつあげたいですよね、というか皆さん与えてると思うんですよ。で、その中でやっぱり自分のワンちゃんに不安な点ありませんか？例えばですけど、関節うちの子弱いのよねとか、ちょっと白内障の毛が出てきたなとか、あとはちょっと毛づや悪いんだよねとか、そういうお悩みがあった時に、じゃあおやつを与えながらそれを解消できるとしたら、それって素晴らしいですよね。というのがこの2つのトリーツで解消できる可能性があるんですよね。で、まずこちらのイティトリーツは結構ジューシーな感じで、水分も豊富に含んでいるので手である程度ちぎれたりもします。一方こちらのニュートリションとリーツはご飯に混ぜるとしたらちょっと硬いんで、こう包丁で切ってご飯に混ぜた方がいいと思います。おやつ感覚なので他のサプリメントと比べるとよく食べてくれるということは言えると思います。初めてサプリメントを試していくっていう意味では、入門編として試していっていただくのはいいかもしれませんね。はい、というわけで今日はウェットフードコーナーからウェットフードとサプリメントの紹介をしてきました。今日だけでもたくさんのウェットフード、そしてサプリメントを紹介してきたんですけど、自分の愛犬にどういうものを与えていいのか悩む方いらっしゃると思います。で、そういう時に僕ツイッターをやってるんですけれども、そちらの方で気楽にご質問いただければなと思います。ツイッターは概要欄に貼っておきます。フォローもしてくださるととても嬉しいです。そして次回は僕がとっても苦手としているあのコーナーからお送りします。たくさんのワンちゃんが登場する予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。